90人の男とセックスした。私が愛人やってるからそんなに意地悪するんですか。でも私がどうしたの。トミコ、女だったの。私の女だったんだよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そんなのに引っかかったらそれこそ地獄よ。この前見合いしてね、2ヶ月後には挙式。結婚と記録への挑戦は別。今度はあれね。こんにちは。お勤めここだったんですか。なんだいその格好は。なの、乙女チックじゃないもん。昨夜のようなことは二度とあってはなりません。罰則の度合いも強化したいと思います。せっかく部長に破格の待遇で呼んでいただいたんですもの。私も腕をお見せしなくっちゃ。この世の見納めに一度くらいバカ遊びしたって罰は当たんないだろうって。なんたって命の恩人だもんね。おかえり。早かったんやね。夕方まで帰ってきてくれへんのかな。なんやあんたか。今日も仕事行けへんのか。さあ飲んだら早いんだよ。うちはな。私を誰だと思ってんだよ。逃げちゃ嫌ですよ。父ちゃん母ちゃんと夫婦が何振るわめこにかかる。どうしてもお前じゃなくちゃいけないとのこっちもんだ。ご両代